はい、皆さん、こんにちは。熊谷捜査です。今日はレジェパック動画を上げたいと思っております。本日は、採石場とか、ユニクロ発祥で有名な山口県は宇部市にあります、ジャズスポット、ボブさんにやってまいりました。見てください、このボブさん。イェイ。イェイ。さあ、今日もスペシャルゲストを、お招きしております。アルトサックス奏者をする傍ら、国立音楽大学のジャズ科の教授もやっております。おっと、この音は、この音は池田アルトさん出てきました。あ、そして、愉快な仲間たちバンドメンバー池尻ジョシ君です。浜田翔君で、を迎えまして、今日はですね、何をやってくれますか、池田さん。はい、今日はマイロンオルデンのフレーズで、マイロンオルデン、はい、アルトソックサックス、アルトサックスのマイロンオルデンのフレーズで、じゃあとりあえずそのフレーズをやってみてください。はい。はい、これ今のは C7 のオルタードで使ってるフレーズなんですけど、マイロンオルデンのファーストアルバムの、ちょっと読み方わかんないんですけど、マーバかマルバかわかんないですけど、そんな曲の中に入ってる C7 のところなんですけど、これ実際にマイロンに聞いたんですか、そのフレーズのコンセプト。うん、聞いてない。聞いてないね。ただパクった。じゃあ池田さんが解析した結果、C7 で、下から上がっていくとこんな感じで弾いております。これなんですけど、4つの同じフィギュアが2回繰り返されてて、 C、D フラット、E、F、 この4つがもう1回繰り返す、 F シャープ、 G、 B フラット、 B ですね。いいですね。で、これなんですけど、まあ、C7 で使ってるので B の音とか、まあ、F の音はオルタードの中ではアウトになるんですけど、まあ、もちろんアウトなんていうのはもうそんな朝飯前ですね、マイロンオルデンはね。なのでオルタードで使うとかなり効果的な感じになります。それではバンドと一緒に聴いてみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。それではもうちょっとゆっくりにして弾いてみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。はい、どうでしたか、この一瞬で完全にマイロンオルデンのサウンドが再現されてしまいました。素晴らしい。なので、まあ、今はこう下がってくる感じのフレーズでしたけど、まあ、下からさっきみたいに上がったり下がったり、このバージョンも使いますね。これはちょっと上級者ですね。といった感じで、さっきのスケールを使って皆さん試行錯誤をしてマイロンオルデンサウンドをトライしてみてください。本日は以上となります。我々池田淳カルテット、今絶賛九州近辺ツアー中でございます。下のところになんかリンクを貼っとくんで、まだ間に合うので、4月28まで続くので、それを見た方は必ずお越しください。それでは皆さん、今日はここまで。チャンネル登録よろしく。